おはようございます。一夜明けました。見てください、ホテルからの眺め。なんか東向きみたいで朝日が見えて、なんかこうすごいいいロケーションなんですよね。このホテル、スカイジェムホテル、スカイジェムセントラルホテルというホテルですけどね。すごい車ですよ、これ見て。もうあーやってるやってる。今何時ですか、小泉さん。今は6時半です、朝の。あ、早、僕たちも早起きだな、朝な。これ本当に日本の時間なの？違う違う、ベトナム時間ですよ、はい。で、昨日はですね、部屋でくつろいでたんですけど、はい、ハニーさんが今もう早速動画の編集をしているとこです。ります。で、寝心地はどうでしたか？最高です。最高でした、ということですね。はぁ、そういうわけなんですよ。今日もこれから工場に行ってですね、もじゃくんといろいろちょっとこう語り合いながらも新しいウクレレラインナップチェックしようと思います。ついつい、これ先にこっち、いや、じゃあこっちって言うと、これ、フォーではないんです。美味しそうなの、いっぱいある。このホテルにはプールもありますよ。すごいね。すごい。そして僕らが取ってきたブレックファースト。じゃん。じゃん。いっぱい取っちゃった。はい。じゃあ今からいただこう。はい。座ってください。はい。すごいね。ね。食事をいただこうと思います。うん。これね。マカロニみたい。こんなの初めて見た。本当だ。でも米粉なんだね。そうなんだね。綺麗に盛り付けましたね、あなた。うん、うん、美味しい、美味しい。これこれ。ベトナムの味はね、日本人に合うんですよ。でもおつゆがね、そう、とっても美味しい。スープだ、スープ。朝ごはんが付いてるから、本当すごいいいホテルで、これリーズナブルで。めっちゃいいよ。ロケーションを眺めながら。うん。はい、朝ごはん堪能中です。はい、今日は工場に向かって朝から金松さんと出発してます。すごい、相変わらずバイクと車がもう人と押し寄せてきます。押し寄せてくる。ちょっとギリギリまでこう見せてね。すごいから、このベンツがこれに行きます。すごい、ほら、ほらトラックが来たよ。すごいよ。我が先に行くぞ。エネルギーがすごい。ホーチミン中心部から約1時間ぐらい1時間かかってないかかってないぐらいですね。ここ1時間かからないぐらいで、あ、工場街になった。こっちもみんな工場だ。あ、今度そうなんだ。うん、お花が綺麗だね。うん、緑豊かで。あ、なんか、ここ右側です。着きました。今からこれがGラボ工場ということでございまして、すごい。そっから見ると一体何の工場か分かんないな。そこにヤシの木がある。ヤシの木が。ヤシの木。すごい。よし、じゃあ中に潜入しましょう。はい。あー、いやいや。わー。すごーい。あ、これがモジャ君のバイクだ。みんなこれ通ってるんだ。これがモジャ君のバイク。すごーい。すごいな。あ、これが事務所。お、すごいね。すごい。
あとでちょっと。うん、あとでちょっと。おー、すごい。わっ、来た。おはようございます。あ、これ、ベトナムの好きな椅子だ、私たちの。お久しぶりです。久しぶり、もじゃん。まあ、ズームでは。そうだね。いやー、すごいじゃん、工場。まあまあまあ。前のやつに比べると、すごいよ。すごい。町工場。そうだね、工場だね。へえ。いやこの黄色い壁は、中に何か入ってるんですか？ここで分かれてるの、ブースでね。そっか。なんとかエリア、なんとかエリア。いいね、面白い。そうね。そうね。今はしかも季節がいいね。今が一番いい。一番いい。そうだよね、いい時来ちゃった。電気つけましょうか。電気つけますよ。電気つけない方がなんか。じゃあ黄色い中入ってみましょう。ここにモジャ君がいますね。どうもどうもどうも。はい、ここは何の部屋ですか？ここは仕上げの部屋です。仕上げの部屋、ウクレレなんです。見てください。ここに皆さんの元に飛び立つウクレレがこんな風に鎮座しております。これは何を待っている状態でしょう？今検品を待ってるところ。検品。なるほど。じゃあもう弦も張り終わってて、ここにオーダーシートが一個ついてるわけだね、これ。チェックリストと。一度の検品が終わって、うんうんうん、最終検品待ちの状況です。いいですね。ここにはしれっと混ざってる、ちょっとこうヘッドだけ落としてもらおうかな。はい、試作品も混ざっております。あら、本当だ。なんか見たことないやつがありますよ。この辺はですね、またちょっとアナウンスできると思うんですけど、サイズとか薄レレとかいろいろね、こっちもね。そうだ。これがだからあれだよね、テナーコンサートっていうかね。これテナ、ね、でかいのテナーが、うん、いいです。いい木目だね。本当だ、綺麗だね。本当、さすが。すごい。これでもほぼ仕上がってて最終調整を待ってる状態ですね。そうそう。これが一応ね、あの G ラブの一応基本のわがままウクレレシリーズ、ね。へえ。あ、いいね。ソプラノ。ソプラノですね。これいいわ、ハニーさん、これ使ってみて。そう、私愛用し。すげえなってきた。うん、これがブラック。ビューティーモデル。まだね、磨きの前だから。最終の前だけど。いいじゃない。これで今やってますよ。あ、ほら、ブラックビューティーが並んでいる。ヤンさん。ヤンさん、セイハロー。モジャ君の一番弟子でしょ。そうそう、すごいんですよ、もう頑張り。今は、今こっちは何してる？ブリッジ調整。ブラックビューティーの、そうですね、サドルの高さを調整します、ね、ここがね、デリケートなやつですからね。あ、これ噂によるとモジャ君よりチューニングが早くできるんじゃないか説がある。すごいね。そうか、ここに、ここがモジャ君がいるところ。そうですね、普段ね、検品したり。そっか、ちょっとこうルーレットます、うんうんうん、そうか、いいです。こっから一応最終的にチェックして、うん、皆さんの、あ、こっちにもあったよ、ほら、ね、ガズモデルだ。ガズモデルはいいんだよな。こっちから映したのきれいか。まだね、あの仕上げの台前なんでね、このこういうのをね、削るときにすごくこう粉がついちゃうんで、それ最後もちろんね掃除するんだけど、そのかわいいな、ソプラノ。あ、かわいい。これヴィンテージシリーズだ。そうそう、これかわいいんだよね。いい音するんだ、これがまた、うん、こんな風に並んでるの壮観ですね。そう、壮観。へえ、すごい。いや、あ、そっちにもこれかつて作ったサンプルがヴィンテージ、ヴィンテージ。本当だ。すごい。この波々がすごいね。よし、いや、次のルームに行きましょう。はいよ。ここが赤い部屋は塗装の部屋ってことなんだけど、確かに赤い部屋だ。今塗ってて、そう、入れない。入れないんですよ。そっか、ホコリがついちゃうんで、なのでまあそこはもうしょうがない。工場を止めてまで動画を撮影しちゃいけないということで、そうだ、皆さんの納期に関係することなんで。この赤い部屋が、うん、はい、いつか見れるかもしれない。ウクレレ弾いてますか？ちょっと弾いてください。いや、通訳、通訳の。チャンさん、チャンさん。チャンさん、チャンさん。ウクレレ弾いてくださいよ。じゃあ、次のルームに。ここは何ルーム？木工と今塗装の煙で、見てレーザー？そうそう。目がやられそうな。そう、見ちゃいけないんだった、あんまり。そうなんだ、ちょっとさっきもね、ちょっとだけ映る。レーザーで焼いてます、ロゴ。これ G ラボのね。G ラボのハードケース。そうね、これ結構時間かかりそうだね。1個作るの。そう、ゆっくりやってた。まあまあ、そうそう、煙が出てる。1時間、1個1時間。1個1時間かかるの。すげえ、手間かかってるな。じゃあ入ってみましょう。これは木工と研磨のルーム。木工研磨磨くルーム。
ポジションマーク、これを埋め込んでるんですよ、こうやって。すごい、すごいな、本当すごいな。へこうなってるんだ。ファイトボンド、これ有名な楽器業界では有名な強烈木工用ボンドとか、それしか使わない、まあ、それしか使わない圧倒的信頼、まあ、クリップとかいっぱいあの止めるものがあります。これなんか前どっかで見たな、うん、あの固定してね。そうだよね。あのあとこれはなんだかわかりますか、皆さん。チキ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 、これこれ、うん、これはボディを曲げるときにこう内側にね、なんか貼り付けるんだよね。なんかどっかにないのか、上がりやすいようになってる、ね、うんうん、わかるわかる、そういうことか。こういう、こういうふうに曲げて使って内側に貼っていくってこと。なるほどね、すごいよ、手作業だもんね。あ、オールハンドメイドですよ、オールハンドメイド。もうすげえ、すごい。あ、なんか打ってくれるっぽい。本当にすごい。じゃあやってください。やってください。ベテラン職人さん。すごいな。こうやって一個ずつ手でやってるんですよ。なんかね、知らないとね、なんかスイッチオンしたら勝手にコンピューターがバンバン作ってくれるのかと思っちゃうけど、本当にこういう風に作ってるんだもんないってことですね。色味もこう合わせて。あ、そうでボンドをつけて。これを職人技でつけすぎたらはみ出しちゃうからね。そうだね。あとで拭くのか。それで。そう。こういうの見てられるね。うん、なんだか知らないけど。うん、もちろんそう。一個ぐらいだったらやってみたい。でもずっとはや無理。こういうのはね、俺好きなんだけどね、もうダメなんだよね。私でもできる、ね。あ、小泉さんできるね、こういうのはね。あ、気持ちがいい。なるほど。そして削るの？ちょっと削れば。ああ、飛び出してる。ああ、なるほどね。そうか。わざと飛び出すようにしといて、あとで研磨して平らにする。なるほど。すごい。面白い。イエーイ、これは後でスライスっていうか整えていく。すごい。Thank you. 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 おすごい、これジグがいろいろあって。でこっちは磨いてる。さすが。すごい。はい。こっちは今天馬。ここエリア。さすが磨いて磨いて。こっちは艶消しを水研ぎってやつですね。そうです、水研ぎ。これで何回も何回も磨いて艶を出していると。すごい。だからこのグロスフィニッシュっていう艶あれのやつはね、この磨きがもう何回も何回も、どのぐらいやるんだっけ。16回ですよ。どんだけ手間かかってるのって話かな。これはもうその塗ってあってる状態。そうです。あとは磨いたらもう完了。今の状態は磨いて、一番細かいサンドペーパーで磨いて、うん、それをあのバフっていうそのぐるっと回すね、ヌートコンパウンドで、あのこうなんていうか、磨いてペカリを出してっていう、すごい手間、すごい細いのがいい。あと、そっちのお姉さんがやってくださってるのは、もっと下地のね、最初の塗装前の、これが大事よね。これが、そっか、綺麗にならないもんね。多分、こういうの、こうやって一番難しい作業。手間がかかるしね。あの、傷つけるのは見えないですよ。そっか。あの、その縫い目になるまでに、なるほど。わかんない。職人仕事。でも快適だね、ここはエアコン入ってたら集中できる、これは。まあ、大事ですよ、大事。僕の時は、あの、人のためのエアコンではないです。ああ、埃が回らないため？いや、あの、あ、木材か。木材が、乾燥か。ベトナムの、あの、湿気だと、なるほど。作ってるうちに歪んでっちゃうんで。そういうことね。歪んでちゃったら、あの、一生ないもなくなっちゃう。こっちが磨いた後。これが磨き前。これはだから、俺見て、これ、ヴィンテージシリーズだね、これ、ガズモジャって書いてある。本当だ。そうだ。
そっちが磨いた後、確かに滑らかさもなんかもう。そうね。美しい。このカッターウェイが難しいんですらしいですよ、すごく。なるほどね。はい。これは手でね、すごい勢いで、これは、ガズモデルはかなりこれがね、職人仕事だと聞いたことがあります。ヘアアイロンみたいなやつで巻きます、ね。熱をね、うん。俺もさ、もうおもじゃくんと何回も話してるから詳しくなっちゃった、説明できる、俺も。金子さん、職人みたいな。いやいや、いやー、すごい。そう、これが、もう一個塗装のところがあって、この3つの部屋で作られてる。そうですよね。うん、塗装のところはもうスプレーで吹きつけて、乾燥の、うんうん、水がね、こうバーッと流れてるんですね。そうですね。今行きましたね。いや、いいんじゃない？あ、なんかでもやるんだ。そうそうそう。今ね、急に塗装のところ見せてくれるっていうタイミングがいいらしいんで、ちょっともじゃくに解説してもらいましょう。ちょっと音が大きいので、ちょっと聞き取りづらいかもしれないですけど、これが一般的な、シャワーというか、滝の塗装ブース。水ですか、ただの。ただの水です。ここに塗料を入れて、このスプレーガンで、ここで吹きつけます。ここにスプレーを持って、はいはいはい、その塗料が水で流れるので、圧線されない。そういうことか。水が持ってってくれるわけだ、その塗料、余った塗料。今ちなみにすごく塗料の匂いがするんですね。換気扇がすごい回ってる。でここはなんかクリーンな状態になると、ここについちゃうってことですね。そうですね、はい。で隣の位置が、こちらが乾燥ですね。なるほど。いや、貴重なところを見せていただく。これがやっぱ G ラボの最終仕上げのやつですからね。ちょっとだけチラ見しちゃおうか。見てください、これ今サンプルで作ってる。なんとちょっと触れるらしいんで。オールホワイト。強く触るからダメですけど、まだこれは試作なんだけど、ちょっとこれ良くないですか。まだこれ下地だけどね、オールブラックに対して。そうですね。いやー、どんな風になるんでしょう、ね、楽しみ。まだこれ何回もこれが塗るからね。そうです、うん、こういうのも今開発中でございます。今日は裏情報もたっぷりだぞーっつって、なるほど、ありがとうございます。これはセミオーダーで、ガズモデルです。あ、ガズモデルなんだ。あ、確かに、そっか。もっと近づいて上から吹けば大丈夫。これを、すごい。ではサウンドホールの、本当だ。ここに溝になってるんだ。はい。ここになんかその綺麗なやつ埋め込む。ロゼッタなんで、アバロン入れたりとか、レギュラーと黒いプラスチック入れたりとか。すごい。本当だ。ほら、ガズモデルの形になってます。今やってる作業がサウンドホール、穴を開けるところですね。あらかじめその飾りを入れる穴を掘ってあるので。
ました。うん、そしてこれが誕生する。これを何かちょっと面白いグッズとかできないかなって考えてるところでも、なんかアイデアあったらお願いします。ヴィンテージのマーチみたいに、そのスクエアロトスターの鉄の四角いやつを、まあ補強材として入れるのが一番簡単かなっていう感じです。ギターの方がやっぱ手間かかるの？同じ？圧倒的に面積が広いので、やっぱそういうことか。圧倒的に変えます。そう、見つけちゃった。おお、でこれで、なるほど。あ、そういうボルトオンね。はいはいはい。そういうタイプですね。でこれどっちが？ギターでね。どっちがどっちもない。こいつがタワーしてますから。なるほど。あ、この中にこれを入れるわけです。外してね。こっそり、こっそり開発中のギターがあるんですよ。スプルストップ。そうですね、スプルストップ、うん。こういう風になって、ギター、ガズギターやってるからね。ギターもいいんじゃないかと。お、なんだろう、お隣何匹もいない。そうなんだ。ということで、こっそりとギターの開発もしております。ジーラボですから。これも女子は嬉しいサイズじゃないかな。女子のギターはいいんじゃないのかな。小さいし薄いし。ね。で、一応、チューニングは、レギュラーなチューニングはできる予定で、しかも、今のところの予定だと、弦の種類に結構こだわっているんですけど、ちょっとそれはまだどうなるかわからない。まだちょっと制作過程段階なんで、裏情報というか、さっきもね、真っ白のホワイトビューティー、今試作中だぞと。いろいろこっそりと展開しているものがあるぞと。今日はね、すごいスペシャルモデルがここに今登場してます。まずサンプルなんだけど、これはね、何かというとガズモデルの、ちょっとスペシャルモデルを今これ試作中というか、なんですけど、色がですね、いつものブラウンサンバーストじゃなくて、これレモンドロップスという色を再現しているんですね。ちょっとだから黄色っぽいっていうか、そう。で、これはどういうモデルかというと、2023年で10周年だっていうふうに お伝えしてると思うんですけど、その10周年記念モデルということで、数々で、いいな、思っている、やつを今ちょっとこうデザインしてる。まだね、これだけでは終わらないです。ピックガードがここにつくということでですね、今、サンプルを作っているところなんでございますけれどもね、いいでしょ、なかなかこれ。はい。すごいいいフォルム。これが、その5月のにお届けできるかなというふうに思うんですけど、こっちがいわゆるレギュラーの、こうやって見ると違う、はい、こんなに色は違うんだよね、ちょっと今これ工場の磨き前だからホコリがついてるけれども、うん、色味の違いは分かる。確かに。そう、あ、本当だね、こうやって見ると分かるね、うん、こっちがいつものガスモデル、うん、こっちが、今回のレモンドロップカラー新作ガズレレ生誕10周年記念限定モデルのよサンプル品。かっこいいな。うん、かっこいい。すごい。いや、これはベトナム工場でならでは。はい、で、この、さっき紹介した、ガズモデルの、10周年記念、ちょっとサンプルモデルにはですね、まだこれだけじゃない。なんと、じゃ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 。これなんだと。これは、もちゃさん、これ何ですか？それはウォールナット製のピックガードです。ウォールナットですよ。くるみでしょ？そうです。くるみの木で作った、これピックガード。ピック使わないんだけど、まあ一応こうデザイン的感覚というか、ちょっとこれ乗っけてください。サンプル段階です。サンプル段階です。どんな風になるか？こんな感じ。かっこいい、かわいい。いや、いいじゃない。このちなみにピックアップガードのデザインはガズさんがしたんです、うん、こんな感じのなんかデザインのピックガードかっこいいじゃん、めちゃくちゃすごいいい。そうですね。ということで、これがガズレレ生誕10周年モデルの、サンプルなんですけど、これはいいよ。だからこの色もまたいいもん。やばいね、楽しみ。色はもう同じですね、そのこのオイル感といい、うんうんうん、とあとこの全体の、うん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 、ガズレレ生誕10周年記念モデルです。楽しみだな。